先ほどの、5504エクスプローラーですね、中開けてみました。機械がですね1530ですね。ノンクロノメーターですので1530になりますね。でですね、よくこのローターをバタフライローターって言いますけれども、まあ、通称バタフライローターですね。これロレックスの王冠のマークを、模倣したもんですよね。のローターが入ってますね。でもちろん、天賦はですね、振りが18000になります。ちょっと裏蓋を開けてみましたので、裏蓋、まあ、ロレックスはこういう情報の宝庫ですので、裏蓋ですね、ステンレスモデルは、製造年月日も入ってますので、これ開けてみましたら1958年の2期ですね。で、裏蓋にもこの年代ですから、ちゃんと5504と、汎用ではないきちっとしたミドルケースと同じ刻印が入ってます。で、素晴らしいですね、この時代のロレックスは。はい、こういう感じですね、ローターも。機械ですね、素晴らしいですよね、この時代のロレックス。18000フリーの1530、ノンクロノメーターですね。ローターはこのバタフライ。なんかこの時代のロレックスを見ると機械がなんかいいですよね。いかにもロレックスっていう特徴のある機械が入ってますね。まあ、あとこの年代でまだ十分、実用性のある時計ですからね。50年代の後期で実用性のある時計を作ってるっていうところがまたすごいですよね。しっかりしたケース、しっかりした機械ですね。ロレックス5504エアキングスーパープレッションでした。